エリザベス・ウッドビルは、バラ戦争期のイングランドの女性。イングランド王エドワード4世の王妃。父は、初代リバーズ博リチャード・ウッドビル。母は、サンポル博ピエール1世の娘ジャケットドリュクサンブール。エリザベスは、母がランカスター朝の国王ヘンリー6世のオジベッドフォード・コージョンと結婚していた縁で、1450年頃から、 ヘンリー6世の王妃マーガレット・オブ・アンジューに次女として使え、1452年にランカスター派のサージョン・グレーと結婚した。ジョンとの間に二人の息子を産んだが、1461年の第二次戦闘オルバンズの戦いで、夫は戦死した。未亡人になり、生活が困窮したエリザベスは、母の故郷であるノーサンプトンシャーで筆測していたが、ランカスター派を倒し、 ヘンリー6世を廃位した、ーク朝のエドワード4世がランカスター派の貴族、騎士の所領を没収したため、さらに貧困へ追い込まれた。やがて、ノーサンプトンシャアを訪れた、エドワード4世に近づき、夫の所領変換を願い出たところ、エドワード4世に気に入られ、ジェーン・ショアをはじめとする多くの愛人を差し置いて、その寵愛を獲得する。 1464年5月1日にエリザベスは、エドワード4世と、密かに結婚したが、政権の有力者でエドワード4世の母方の、いとこでもあったウォリック博、リチャード・ネービルは、フランスを売る11世のギマイ・ボナディ・サボヤと、エドワード4世の縁談交渉を行っていたため、破談で面目丸つぶれとなったウォリック博は、結婚に反対し、エドワード4世と激しく対立するようになった。 また、エリザベスの父と多くの手前たちがエドワード4世の優遇策で貴族に助釈されたり貴族との政略結婚が盛んに行われ、急速にウッドビル家が外籍として成り上がったことも元来の外籍だったウォリック博覧クネビル家と旧来の貴族たちの怒りを買った。1469年、反乱を起こしたウォリックハクの軍に国王軍は、 エッジコート、ムーアの戦いで敗れエドワード4世は幽閉、エリザベスの父リバーズ博と、弟ジョンは処刑された。エドワード4世は短期間で解放され一時、ウォリック博とは牧したが、翌1470年に、ウォリック博の再度の反乱で大陸へ亡命、ヘンリー6世が復位した。エドワード4世以外に頼る者がいないエリザベスは、ウェストミンスター寺院へ逃れ、 そこで悲鳴され、息子、エドワードを産んだが、生活は苦しく不安な日々を送った。1471年、エドワード4世の逆襲で、ヘンリー6世は敗位され、ウォリック博も、バーネットの戦いで戦死したことでエリザベスは王妃に復帰した。エドワード4世は国内を平定した後、ウッドビルや徴用を継続して、エリザベスの弟のリバーズ博、アンソニーや、 最初の夫との息子である、同セット公トマス・グレーが、宮廷に引き立てられたが、ウッドビルケットと他の貴族たちの対立も引き継がれる中、四百八十三年に、エドワード四世は病死する。エドワード五世が、父の後を継いだものの、叔父のグロスター校リチャードが、ウィリアム・ヘイスティングス男爵とバッキンガイム公ヘンリー・スタッフ,フォードと結託して、大井三脱を図り、グロスター公派による、 議会工作で、エドワード5世は、退官式前に、大継承の無効を宣言され、ロンドン島に送られた。エドワード4世とエリザベスの結婚が重婚とみなされ、不法とされたためである。エドワード4世が、以前エレノア・バトラーと結婚しており、エレノアが、エリザベスの同名の長女エリザベス・オブ・ヨーク誕生の、頃まで生きており、エドワード4世はその後も、 エリザベス・ウッドビルとの結婚を合法化する策を講じなかったため、リチャード三世は自身が即位するほか何もできなかったとも言われる。リチャード三世により、リバー・アッツ・ハクとドーセット公の弟、リチャードなど、ウッドビル一族が処刑され、ドーセット公がフランスへ逃亡、ヘースティングス男爵も処刑される中、エリザベスは、次男、リチャードなど家族と共に再び、 ウェストミンスター寺院に逃れて、細々と命脈を保った。リチャード3世はエリザベスに危害を加える気は、全くなかったが、罪悪感と欲に駆られたエリザベスが持てる限りの、宝飾品を持って立てこもり、いくら説得されても出てこなかったとも言われる。こんまけしたエリザベスは、次男の引き渡しには同意したが、エドワード5世ともども行方不明となり、エリザベスも再び不安な生活を送る中、 マーガレット・ボーフォートから長女エリザベスとマーガレットの息子ヘンリーの結婚を持ちかけられ、ランカスター派とヨーク派の和解提案を受け入れた。1485年にリチャード3世がボズワースの戦いで戦死すると、ヘンリー7世がエドワード4世とエレノア・アバトラーの結婚の証拠をすべて破棄し、エリザベスは再び元王妃としての権利を得た。また、かねてからの約束通りに、 長女エリザベスはヘンリー7世の王妃になり、二人の子孫を通じて、以降のイングランド王及び女王はすべてエリザベスの子孫となる。王の未亡人としての年金も復活し、晩年のエリザベスはバーマンジー総員に引退して平穏に生きた。ただしこれは、戦勝者、ランバート・シムネルの反乱に関わりがあることを疑われ、ヘンリー7世に強制されたという説もある。また、 宮廷の主導権をエリザベスに握らせたくない、マーガレットの意向も働いたとされている。最初の夫、ジョン・グレイとの間に二人の子を設けた。トマス・グレイードセット校、ジェーン・グレイの祖,祖父。リチャード・グレイ二番目の夫、エドワード四世との間に十人の子を設けた。エリザベス・オブ・ヨーク・ヘンリー七世王妃。 メアリー・オブ・ヨーク、セシリー・オブ・ヨーク、ジョン・ウェルズと結婚。あとに、トマス・クマエと再婚。エドワード・ゴセイ、マーガレット・オブ・ヨーク、リチャード・オブ・シルーズベリー、ヨーク・コー・サリー・ジョハク、アン・オブ・ヨーク・ノー・フォーク・コー、トマス・ハワードと結婚。ジョージ・オブ・ヨーク・ベット・フォード・コー・キャサリン・オブ・ヨーク、デボン・ハク、ウィリアム・コートニーと結婚。ブリジット・オブ・ヨーク・修道女。森、P93P96、ロイル。 P259P260ABCDE 松村 P232 森 P96P100 ロイル P274P277 森 P100P104 ロイル P292P295P301P302P312P314P352P355 森 P104P109 ドイル ,P357,P370,P374。ベネット、マイケル、ランベールシンナルザバトル・オブ・ストーク、ニューヨーク、ストリート、マーティンズ・プレス、1987、ピアニッシモ、4251、エルステン、ティモシー、ウィドウドプリンセスをアネグレクテッド・クイーン、イン,レビン・レヴィン バックルズクイーンズパワーインメディバルアアーリーモダンイングランドユニバーシティオブネブラスカプレス2009 P19 森 P109 P110 ロイル P393 P395 ありがとうございます